災害医療とは災害により対応する側の医療能力を上回るほど多数の医療対象者が発生した際に行われる災害時の急性期初期医療のことを指す。我が国において全国規模で災害医療を行う能力を有する組織は自衛隊と日本赤十字社の2組織のみである。この他に常雇問の組織ではないものの 災害医療についての専門的な研修や訓練を受けた全国各地の医師や看護師らが災害派遣医療チームや日本医師会災害医療チームとして医療支援に入る。また規模は小さくなるものの地域レベルでは国立や県立市町村立などの公立病院医学部付属病院民間病院などの中からあらかじめ指定された災害拠点病院も 災害医療を担当する。その他にも災害医療は全く専門ではないものの、地元の開業医などで組織する各地域医師会の有志らが現場救護所や避難所などで簡易的なトリアージや軽症患者の応急処置などを行う。ここでの災害とは単に天災のみならず、故意、または過失による区分災害など、傷病者が多数発生し、 病院の通常の診療体制では対応できない事案を意味する。災害時に必要とされる医療体制は災害の種類により異なる。例えば外傷患者の多数出る事案においては、麻酔科医、各種外科医及び手術室、集中治療室スタッフを総動員できる体制を24時間以上に渡り維持しなくてはならない。また、災害時においては、 医療施設や医療スタッフ、救助スタッフ自身が被災することも想定しなくてはならない。都道府県知事により移植、任命され、災害時に災害医療関係者によるミーティングの開催、他機関との調整などの業務を担う。災害拠点病院の管理者や救急会士、保健所長などが任命される例が多い。身分は特別職地方公務員。 災害発生後48時間以内は、蒸気の調整機能は d マットが担い、体制が整い次第、災害医療コーディネーターが役割を引き継ぐこととなっている。都道府県にもよるが、都道府県災害医療コーディネーターと、地域災害医療コーディネーターの2種がある。災害医療コーディネーターは、1997年に、兵庫県で、初めて導入され、コーディネーターには、 災害拠点病院の医師が任命された。新潟県では2006年に各保健所長を災害医療コーディネーターに任命した。宮城県では2011年2月に災害医療コーディネーター制度を設置した。東日本大震災後、厚生労働省は各都道府県及び政令指定都市に対し災害時に円滑な医療を実施するためのコーディネート機能を 発揮できるような体制を整備するよう通知を出した。以降、各地で設置が進んでいる。被災者は、災害時、見知らぬ人を含めた、多数の人との避難生活という、通常とは異なる、環境下に置かれる。これにより十分な休息ができなかったり、トイレに行くことをためらったり、避難生活への不安や不満を抱えたりする場合がある。また、家族の安否を気にしたり、 経済的な不安を抱えたりといった心理的負担も大きい。こうした環境要因により不安や悩みを抱え、それが胃腸症状やうつ傾向のような身体症状として現れる例が多く見られる。こうした健康問題への対処の基本は安全を確保した上で十分な休養と栄養をとれる養生活環境を改善することである。また、 ボランティアなどの支援者が被災者の不安や悩みを聞いてあげること、気分の転換を行ったり、家族や友人などとの死別を乗り越えるもの作業を行うことなどがストレスの軽減と心の安定に必要とされる。どの種類の災害にも共通する健康障害や健康問題を災害時の要介護者への愛の地と暮らしの尊厳を守るためにより示す。 災害の種類ごとに起こりやすい健康障害を災害時の要介護者への敬愛の地と暮らしの尊厳を守るためにより示す。持ち運びが楽でコンパクトである頑丈で消毒が簡易であるコンセントなどの外部電源がなくても電池など内部電源で使用できる価格が比較的安価であるなどが要求される。など、いずれもドクターヘリの離着陸場所と 平時からの医薬品の備蓄が必要とされている。ありがとうございます。